こんばんは。こんばんは。9月18日午後7時になりました。今日はですね、キレのいい360回ですかね。今日の松代なんですけど、ちょうどね、台風一過でね、過ごしやすかったですね。今日は敬老の日ということでね、そこら中でこの敬老の会が行われまして、私もね、三つ葉からね、お邪魔してきました。今慌てて帰ってきたところなんですけども、今日のゲストなんですけれども、漁師ね、百姓さんで漁師されてる宮沢さんに今日はおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで宮沢さん、なんか都会人の都会っていうか東京の方なんですか？宮沢さんは生まれは東京でございます。それからこちらにおいでになって、はい、出稼ぎに来た、そうじゃないですね、はい。どうしてこの東京からこちらの方に、生まれたのは、まあ、東京ですけども、昭和20年の3月の東京大空襲の、時に、もうこれは東京はもう復興するのは当分先のことだろうと、父親が判断をいたしまして、父親の生まれ故郷のこの西条の地へ帰ってきたわけです。お父さんが西条だったんですね。はい、で西条へ帰ってきてみたところが、大本営の突貫工事でも西条、特にあの大本営のそばに住んでたもんで、そこではもうあの住むわけにはいかなくて、そうだ、大本営来るってことだね。はい、それで母親の生家の豊坂へ。お母さんが豊坂だった。はい。おお。まあ行きまして。じゃあ西条からまたすぐに豊坂に行った。はい。そうなんですか。で豊坂へ行って間もなく終戦を迎えまして、またあの父親の生家の西条へ戻ったわけです。大変ですね。はい。でその生家の近所にある、あのところの家をお借りして、そこに、まあ、住んで、まもなく、食料の増産ということで、開拓行政が始まりまして、その食料の増産ということで、山を開墾して畑にしてという、まあ、国の方針で、あの父親もそこのところへ参加をいたしまして、西条には3カ所の候補地がありましたが、一番最初の稲葉までみんな来てたところが、もうあのこっから先三重行くのはもう、たくさんだってわけで、山でもうここでいいという。じゃあ稲葉が一番近かった。一番近かったんです。じゃあそれより前奥にまだあった。あったんです。それでその後、この地を墳墓の地と定め、食料の増産に励みますというような一冊を得れまして、なるほど。そこのところを畑、山を、まあ、切り切って特攻を取って開墾して畑にしていったわけです。大変だったですね。はい。まだリアカーの通るような道もなかったでもんでね。じゃあ全部歩いて、ええ、あの茶飯じゃなくて何かこう背負っていくので。そうです。なんかそういうこと言うんですかね。ええ、それでね、登った。私が3歳の時に、はあ、まあこんなちんこいわらじを作ってもらって、ええ、でその毎日上り下りをして。3歳で上り下り。はい。そうですか。それで
まあ、何年か経って、そうするとあれですかね、小学校になるんですね、何年か経つと。でって稲葉に小学校ねえでしょはい、西条小学校まで毎日通いました。西条小学校というとだいぶ何キロもね、今は道路ができまして。そうですね、5キロあります。当時道ねえでしょ。当時はね、山仕事やる人が通る道しかなくて、歩く道ぐらいですかね。はい、はあ、それをじゃあ毎日通った。通ってね、時々その馬で材木出すという仕事の人が、まあ、あって、それでその時々馬が逃げてくるんですよ。もうたてがみを振り乱して、うん、えらい勢いで、もうその時はもうね、うん、まさに死ぬかと思うほどあ、まだ子供だから。子供だから馬なんかこんなでけえや。はい、はあ、それは怪我はしなかった。よく必死で逃げたというか。はあ、そうですか。で、いや、それで主には開拓してお客さんさんされてたんですよね、はい、どんなもん作ってたんですか、大体は。大体ね、豆とか、そばとか、うん、今だったらね、豆もそばもね、一種の高級品ですけどね、泡とか、ところがね、この頃はもうそんなもんしか作るもんがなかったからね。あ、そうですか。で、そういうものはあれですか、この今ではその山の中ですからね、はい、イノシシだの熊だの猿とかでこれ食い荒らされることはねえ方ですか。それが昔はその猿もいなければ、熊もいなければイノシシも鹿もいないという、そういう、じゃあもう安全地帯でご時世でね、まあ木地とか山鳥とか、あとはもうタヌキとかそこら辺のもの、あまり害ない、害あんまりはなかったです。じゃああまりその農作物に被害を受けるってことはなかったですね。いや、ただね、キジやヤマドリの餌作ってるようなもんだからね。あ、じゃあやっぱりキジやヤマドリにみんな農作物食い荒らされちゃった。はい、そういうことはもうね。あ、なるほど。それで始めたそれでね、打ってやろうと、16歳から、空気銃は持てることに、なっておりましたので、狩猟免許は20歳過ぎないとダメでしたが、とりあえず空気銃を手に入れてということで、16歳で、それで20歳しかいけないのに16歳で取っちゃった。はい。はあ、まあ自業だからいいやね。ね、はい。それでまあ駐在さんも、まあこれでお稼ぎしてくれやなんて言って、そうですか。そういう時代だったもんでね。そうですか。で、いろいろとこう、なんかこう鉄砲打ちも練習して、はい、練習して、その頃から練習はしてたですか。もう練習が本番で。あ、練習が本番で、はい、こちらにあるこれは何ですか。これはこれはいつ頃なんですか。これも私が撮った一番、こちらの写真はどうなんですか。あ、これは県大会で、これはまあだいぶ最近の話ですよ。これは平成28年の。あ、じゃあもう去年。その時にね、今まで県大会に行ってても、あんまりあれだったんですが、33年ぶりにようやくこの優勝しまして、あ、これをこれですね。あ、これはなんだ、優勝で。優勝で金メダルをもらった。金メダルもらいました。あ、素晴らしいですね。はい、はい、それではですか、
この今のそちらにあるのは、はい、私が撮った中で一番大きい獲物をなんですけども、うん、それは何の牙？これ宮沢さんの牙？イノシシの牙です。イノシシの牙ね、はい、このイノシシの牙も3ちょっと笑ってもらわなきゃいけないんですよね、はい、はい、先っちょがこの三角になっててここに歯がついているというか非常に鋭いので、みんなイノシシにやられる人っていうのはこの部分でもって裂かれちゃうんです。でそれはですか、どのぐらいの大きさのイノシシなんですか？これはね、結構大きい。軽トラへ乗せた時にその後ろのドアが閉まらない、あ、こう持ち上がらないぐらい、後ろへ出ましてね。重たかったでしょう。それもねえ、よくこの軽トラに乗ったですね。いや、やっぱり桟橋をかけてチェーンブロックで持って、うん、あ、チェーンブロックで乗せて引き上げてのようなことでね。そうですか。そちらにもなんか牙、それは爪ですか？これは熊の唾、牙です。これは熊にガバッとやられた時には、うん、これがもうこれ牙、牙です。あ、そんなにもさっきイノシシよりは大したことねえの。大したことない。大したことないけど、まあ、これが口の中に生えているんですからね。そうですね。で、そちらは何ですか？それは爪ですか？あ、これは熊の爪でして。あ、そんなのが爪じゃひとたまりもねえな。これが前足の爪で、これは後ろ足です。これでやられたらもうひとたまりもないね。これでやられたんじゃもう、ね、すごいですね。はい。で、そんな恐ろしい熊なんですけども、なんか怖い思いしたらしいじゃないですか。はい、昔吹雄山に取り行きました時に、ね、母が行って、まあ、山登ってきて時に、ええ、杉の木に背中をつけて、ええ、呼吸を整えていたら、ええ、一緒に連れて行った熊犬が、ええ、熊の寝てる木のと下でもって、あ、熊が、まあ、逃がじゃねえや、木に登ってたんですか？熊が木に登って寝てたらしいんです。あ、それをその下でもってくんくんくん嗅いだから、上から熊が降りてきてね、この野郎、人の安眠ボバがするんじゃねえと、はい、怒ってきた。そんでその熊が犬を犬の後ろをかけて飛んできて、熊は私、熊は犬は私のところへ来ればなんとか助かるっていう、ご主人様助けてと、そういう気持ちで、ね、飛んできたと思うんです。それでも5メートルぐらいのところで待って、ちょうどつるだらけのところに犬が引っかかってしまって、犬が、そうして追いついた熊が立ち上がった時の大きさといったらもう2メートルは優に超えた。これでもってね、やって、それでこういう全体重を前足にかけて犬のところへ踊ったやったところが、ちょうど犬がつるからコロッと抜けたもんで、抜けて、その時にね、あ、まだ生きてるっていうね、もう自分がもう半分もう諦めた命ですがね、はい、あ、まだ生きてるっていう、そういう感じがしてね、その一瞬の時にそう思った、そう思って、その時にね、はあ、自分で息してるのが分かって、はあ、それで思い切り息ね、はい、吸い込んで、はい、ありたけの声出したらね、はい、熊はね私の方を全然見ないで、はあ、横を向いてトコ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 逃げるでもなく余裕で歩いていきましてね。俺はわーとかギャーとかもう覚えてない、覚えてない、もうありったけの声出した、あ、もうよくわかんないけど声出した、声出して、もう声だけが私の武器出した。それでね、あの時にその熊にね、うん、緑色のね、うん、もう濁ったようなあの目でもってね、じろっと睨まれたらね、ね、もう私もね二晩や三晩眠れなかったような気がします。うん、そうですか。それで助かってよかったですね。はい、もうね、犬はね、この太ももへしっかりしがみついたって、山離れないで、ご主人様の足にしがみついて、しがみついて震えてる、
もう家帰ってきてももう足はガタ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 震えてました。そうですか。それで時間もねなくなってきてしまったんで、そちらになんかお持ちなんか、それはタヌキですか。いやキツネ。これはあの、ね、何ですかそれは。アナグマの、ええ、あの毛でもって、ええ、この、まあ、去年の冬になるんですが、うん、芸能人でね、一、うん、人この帽子をかぶって出てる人がいまして、ね、うん、エスキモンみたいだな。これ暖かいですかね。ええ、あのこの毛はね、うん、水入れてもあの、うん、盛らない、うん、なるほど。カモシカとこれの毛だけはね、雪の上に座っても染み出てこないっていうね。すごいですね。それでそのじゃあ資料に行くときはそれかぶって。いや、これ間違えて撃たれちゃう。大変ですけど、ね、間違えて撃たれちゃうな。それがこんなふうだったら撃たれちゃうもんね。あ、じゃあ山行くときはダメですな。ああそうですか。まあね、時間も過ぎてしまったんですけども、じゃあその帽子かぶっていただきながらですね、これからのね抱負とかなんか、これからどうするかちょっと一言だけ、もう時間もないんで一言二言何かありますか、町の皆さんとか。いや特にだんだんその年取っていくのがもったいないです。そうですか。もったいないのもしょうがないね、皆さん年取るんでね。あとそのあそれはやってもらったんですね、見てもらったんですね。はい、表彰状はね。はい、それではあの皆さんね、これからも有害鳥獣に、嫌われながらまたこれからもね頑張っていただきたいと思います。駆除をね、ぜひあの熊とか鹿とか、鹿じゃないかイノシシか、ね、はい、そちらのもぜひあの駆除いただいてですね、平和な松代のためにね、はい、ご努力をお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。吉田さん、はい、あの怖い、もう最後のその力を振り絞ってやったらまあ助かるもんだね、うんうん、みんなびっくりしちゃってもう俺なんか失神しちゃうな、うん、あそれは ねタイミング、タイミング、タイミング、タイミング。いやー2メートルこんなのでわーって来られたらもう失神しちゃうな、ビビっちゃうね、ビビっちゃうな、ビビってもう失神しちゃうな。そうか、うん、まあよかったですよね、本当、うん、はい、命からがらって感じだ ね、はい、ということでお知らせを、はい、これまたね、今度はあれですね、真っ白学講座っていうのまたやりますね。はい、はい、本田木田道家、300年、生誕300年という形でね、真っ白公民館で体育館で一応やる予定です。9月の23日今週土曜日ですね、1時半から、はい、やる予定でいますので、ぜひお出かけいただきたい。会費500円という形になりますので、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、はい、来週の、はい、来週はねこういう形で、はい、まあ、ちょっと私がパーソナリティやりますけれどね、お願いします、はい、川中島平のね、句碑、それから俳学の発刊についてちょっとねこれ、調べて、うん、それで、あの発刊したというのをちょっと聞きましたんでね、ぜひこれ取り上げたいなっていう形で、マッスルのことを主にね、うん、やってもらおうかなということです。はい、マッスルも結構ね、あるんですね、うん、そういったところもね、看板も立てたっていうので、まあ、そこを中心に、うん、はい、お話をお伺いできればいいかなというふうに思います。研究会の代表の竹村さんという方に、はい、はい、来ていただくて、お話聞くようにします。はい、皆さんということで、はい、そういうことで、はい、はい、それでは来週のシャレブ松次郎、はい、噛んじゃった、お楽しみに。はい、よろしくお願いします。